はい、今日は1分で水墨画でカマキリを描きます。カマキリを描くときのポイントは、えー、顔をうんとちっちゃく描くことですね。触覚を少し描いといてあげて。で、首のとこですね。大首のところをシュッとやって。マこれが特徴的ですよね。マを3節で描きます。こっちのマはちょっと伸ばしておいてあげようか。捕食するときの感じでね。で、お腹。これがポイントですね。ちょっと膨らみに、膨らみかけてね、こうやって。 えー、お腹の方膨らましてあげると、カマキリっぽくなります。で、足描くでしょこうやって。3節ぐらいで描きましょう。3節。こんな感じ、ちょんちょんちょん。向こうの足はちょっと立ち上がって見えるので、こんな風にしときましょうか。で、釜をね、少し、えー、特徴っていうかこう、大げさに表しておいてあげると、カマキリっぽくなるかな。ちょんちょんちょんっていう感じ。ね、道でぺちゃんこなってますね、最近ね。はい、カマキリです。